浪晋太郎 5-1.9、今季 MLB でプレイした全戦192人中戦192。1位じゃん、ダントツやん。2位と圧倒的な差があるの最高。もっと騒がれるべき。これの何がすごいかってワイラの誰がメジャーで投げても藤浪と同じ順位ってことや。ワンチャン藤浪に勝てるやつおるやろ。半分がアスレチックスというヤバすぎるチーム。結構豪華なメンツで草。うぞうむぞうは即マイナー落ちするから必然的に契約に守られてる大物が多くはなるやろうな。そらワーストになるまで使われるやつは実績があるやつがほとんどだからな。数年前に見せられたら信じられんメンツやな。投手でもう再開本当にヤバい。投げるたびにマイナス増えてるから1年投げ続けたらほんまに歴代ワーストいけるやろな。投げさせればまだまだ下がるやろな。すごいやん藤浪、なんでもトップになるのはええことやで。大リーグ史に残るな。これはずっとネタにされ続ける。歴代にもこんなのいないってな。天下取ったな。すごすぎやろ。何事もナンバーワンになるのは大変なことやし。でも今日は防御率9だったから。ここから何したら 0.6 戻せるん。一生メジャーにいてくれ。え、そこまでなん。多くの投手陣って藤浪まだマシな方じゃないのかよ。マシとは誰も言ってない。藤浪だけじゃなく他にもやべえのが何人もいるってだけ。 NPB で平均以上でも MLB で通用しないのに NPB で通用しないやつが MLB で通用するわけなかったね。そう考えると当然だったんやな。まだ NPB で先発やってた時みたいに支給祭りにしてないだけ指標的には上触れてるわけだけど。野球人トップ10に入れば MLB でやれるのか。言うても 5-5 はいつ首切られてもおかしくない立ち位置だからな。亡霊以上の800位くらいがまあメジャーレベルと言ってよいだろう。煽り抜きで高校の頃は大谷よりすごかったよな。安定しすぎて甲子園つまらんかったもん。プロでも初めて数年は確実に大谷より上やで。日本ですら微妙なやつがメジャー行くとこうなるって指標になってよかったやん。そううまくはいかんよ。どうしてこうなってしまったんや。